はいどうも、ギターブライトハインドフラの松本です。思いのほか入荷がドカンと来てしまいました。ファのギター3本目でございますね。はい、今回はちょっとシュッとちっちゃめのニューケースです。これは SP6 か RB6 ですね。それでは開けていきたいと思います。はい、それではいきますよ。オープン。おら、てかあー、そうですか。頼んだっけな。頼んだな、まあ、頼んだんでしょうきっとね。はい、うわー、これはいいですね。うお、うわ、うわ、ああ、すごい。ファノギターズアルトデファクト RB6 アンティグアバーストでございます。ね、先ほどの JM と同じカラーでございますが、うお、今回もこちらもピックガードマッチングしておりますね。いやー、僕自身は頼むのは初めてですね。過去のね、昔の古い個体で見たことはあったんですけれども、初めて頼んでみました。いや、なかなかかっこいいじゃないですか。いや、これ、これか。すごいこう悩ましいお色ですよね、アンティガっていうのは。非常にいいですね。非常にいいですね。それではスペックを見ていきましょう。ほい、ファノギターズアルトデファクト RB6 アンティガバーストでございます。こちらは、ウェス・マクライブ、ウェスの製作になりますね。ボディウッドアルダーでネックウッド、シバンともにメープルでございます。こちらは RB なのでスケールが 24.75 インチ、ギブソンスケール、シバン、ラディアスは10から16のコンパウントラディアスになっております。ネック、ボディともにディストレス、こちらもライトになっておりますね。はい、クラックが入ってちょっとダコンがあるというのがライトです。ボディカラーアンティグアバーストで、こちらピックガードもマッチングされております。ヘッドカラーは今回は大きい方がアンティグアで、小さい方はヴィンテージアバティと、ネックと同じお色になっておりますね。この2色の塗り分けはファノらしいと思います。で、ハードウェアの方ですが、トーンプロスの中央マチック、ここロックできるタイプですね。ブリッジに、ビグスビーの B5 を搭載しております。なかなかいい感じの一本に仕上がってると思います。でしょうか。アンティガはですね、僕結構好きで、実は昔定期的に頼んでは、みんなからマジって言われてたんですけど、今回も言われるんだろうな。いやー、でも初めて僕 RB 頼みましたが、いい感じに仕上がってると思います。この辺がね、いいですね。はい、こちらは特にご予約などはいただいておりませんので、本日から店頭展示開始したいと思います。気になる方はぜひお問い合わせお待ちしております。よろしくお願いいたします。